間はマーケティングです。うまく使うとビジネスが飛躍すると。だって人間は人間からしか買いたくない。ここで稼ごうとする奴らが間違ってて、これをビジネスの一環としてやる。時は令和ビジネス戦国時代。ビジネスの常識をバッサバッサ叩き切るマーケティング侍の非常識なビジネストーク。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的で今すぐ使えるマーケティングをシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、今日もよろしくお願いします。今日なんですけれども、なんかズバリこうセミナーのやり方とか、セミナーでこう物を売っていくビジネスをやっていくやり方を教えていただければなと思ってまして。おー、素晴らしい質問だね。もうその答えはですね、はい、すぐにわかります。概要欄の方にですね、過去にプレゼンテーション完全版っていうのをやりましたんで、はい、それを見ていただければ全部わかるよ。ちょっと待ってください。はい、今日の動画は以上で終了したいと思います。ありがとうございました。じゃないです。いやいや、もうこれやったし、どうやってお客さんを何だったらば、巻き込んでいい話をして、そして商品を売っていったりとか、あるいは、まあ、ピッチイベントやってね、投資家からお金をね、まあ、いただくとか、もうそれらも含めてやり方を教えました。もう過去に。このチャンネルでやっております、そのテーマ。その動画なんですけど、僕もまあ撮らせていただいて、見させていただいたんですけれども、なんかアメリカだともっと進んでるじゃないですか。アメリカのじゃあやり方聞きたいと思います。はい。日本じゃなくて、そうなんです。国内じゃなくて、はい。アメリカでは今どういう風に、じゃあそういうプレゼンテーションの世界とかセミナーとかの分野進んでるのかな、どうやって売り上げ上げていくのかな知りたいと思います。はい。まあ、なんだったら確かに、ズームとリアルでも違ったりするしね。まだ基本は一緒だけどね。で、アメリカのプレゼンテーションの世界、まあ要は世界のトップレベルの人たちがどういう風に人々を巻き込んでいって、そして人々を感情を動かし、そして商品を売ってるか、アメリカの最先端のプレゼンテーションマーケティング知りたいと。はい。まあそれこそアメリカで言うと、有名なプレゼンテーターで言うとアンソニー・ロビンズとか、まあそういった人たちが使ってるプレゼンテーション能力。めちゃめちゃ知りたいです。マーケティングね。はい。まあ商品売るとこまで全部流れを知りたいと。まあ、それはね、私よりもめっちゃ詳しいやつ一人。ちょっとお呼びしたいと思います。いつものハゲさん。何か。いつものハゲなんだ。はい、ということでですね、いつものハゲさんをお呼びしました。よろしくお願いします。どんどん扱いがひどくなりますね。いやいやいや、全然そんなことない。リスペクトしてます。本当ですか。はい、いつものハゲさんですね。まあ、知らない方もいると思いますけど、こちらのね、ハゲ頭の方は一体何者なのかというとですね、遠藤高典博士と言いまして、アメリカで法廷臨床心理博士という博士号を取っている方でもあります。はい、まあ専門分野としては心理学であったりとか、アメリカのマーケティングとかをまあずっとやってるんですけど、同時にですね、プレゼンテーターとしても一流なんですね。一応はいろんな世界各国40カ国で23万人に教えてきたので、であと裏方もやってたんです、ずっと。だからそれこそ有名なスピーカーたちの裏側やってたんですよ。どんなスピーカーいたんですか？だからアンソニー・ロビンスもそうだし、ロバート・キヨサキさんもそうですね。でも日本でそんなに有名じゃないですけど、世界各国ではやってるティー・ハーベッカーさんとか、そういった一番世界で一番大きいセミナー会社の裏方だったりアシスタントだったり運営やってたことがあったので、もともとインベント運営いっぱいやってたんですよ。なるほど。だからもう散々そういった、まあ、人々を巻き込むようなスピーカーだという、いわゆるワールドスピーカーですよね。そうですね。そういう人たちの裏側を見続けてきたというですね、遠藤博士。今ではね、まあ、YouTube でこうやって一緒に話をしてますけども、昔はね、一緒に大きな舞台で登壇したりしたこともあったんで、遠藤博士のスピーキング力めちゃくちゃうまいんですよ。YouTube だとね、まあ本当にただのね、博士というか、まあただのハゲというか、そんな感じですけど、舞台に立つとね、人が変わったかのように、やっぱこう巻き込み力ってのは半端ないよね。なんとなくですけど、その、なんかライブでの人がいての、反応、お客さんの反応を見て、どう話展開していくかっていうのをずっと訓練受けてたので、だから YouTube だとお客さんの反応わかんなくて。まあ、我々の見ての反応は本人しか知らないです。で、それでもすげえ困るみたいなね。じゃあ、リアルにお客様がいるんだったらば、じゃあこれ会議室とか。あ、そうですね。そういうところでも使えるし。はい。それこそ何十人、何百人、で何千人というレベルでも対応できる。あ、普通に、1万人だろうが10万人だろうが同じようにどうやって人を動かすかっていうのは訓練でしてるし、それでどうやってその人たちに買わせるかっていうのも技法があります。ズームも似たようなとこあるよね。ありますね。うん。じゃあ今日の話っていうのは、いわゆるそのプレゼンテーションを使って人々のすごい感情を動かして商品を買わせるまでのプロセスを、アメリカの最先端の事例やね。で、今まさにこの瞬間も使われてること、うちの友人たちとかも今この瞬間も登壇しててフィードバックがあって、これやったあれやった、じゃあこうやったらうまくいったっていうのをよく話し合うんで、じゃあ早速行きましょうか。アメリカの最先端のプレゼンテーション、まあ日本版はもう前ね撮ったんで、まあそれ興味が、日本版まず見たいって方は概要欄から、まあ、プレゼンテーション完全版でも見ていただきたいんですが、今回はプレゼンテーション完全版 USA USA ですか。まさかのそんなチャンネルはないね。アメリカの今最先端のプレゼンテーション全部か、もう全部出しますみたいな動画でしょ。ないですね。うん、まあ早速やってみましょうか。はい。はい。ということで、まあリスナー代表のホイミン君を招きながらやっていきたいと思います。
ホニーン。はい。ではホユミンってそもそもなんかプレゼンテーションも結構できるの？はい、全くできないです。じゃあそんな、じゃあプレゼン苦手なホユミン君がいきなりアメリカのマーケティングを聞いて、まあアメリカのプレゼンテーションマーケティングをいきなり受けるという回ですけど、まあ皆さんもまあ一緒にね、自分が受けるならという視点で見ていただければというふうに思います。じゃあそれでは早速やっていきましょう。さあ、ということで、セミナービジネス完全版、はい、オートメントセミナーブズース、はい、イエーイ。さあ、ちなみにですけど、はい、この界隈に入る前のセミナーのイメージって何？うさんくさい。ああ、ありがとうございます。はい、いやもう、ものすごくうさんくさい。てか、日本のセミナーのイメージのうさんくささすごいよね。びっくりした。帰ってきて8年目になりますけど、うん、社会人経験もね、あの大人になってからも大抵アメリカだったんで、うんうん、セミナーって私のイメージは、セミナーっていうのをゼミと一緒なの。ゼミナール。はいはいはい。ゼミは OK なんでしょ？印象は、ゼミは勉強。そう。勉強しに行くみたいなイメージ。うん、だからゼミナールなのか、セミナーなのか、なんか、はい、何語で言ってるかの違いぐらいしかなくて。で、そんなようなもんで、まあ、大抵やるもんだら行くもんだろうみたいな、大人になってもね、続けて勉強し続けるもんだろうっていうイメージでしたが、日本は違うんだね。やらかしてくれてますから。やらかしですか？やらかしてくれてますからね。俗に言うセミナーのイメージの悪さをね、つけてくれる、宗教団体、ネットワークビジネス、ネズミ講、MLM、ね、霊感商法、宗教勧誘、はい、怪しい詐欺案件、はい、もう大抵が、セミナーやってきますからね。なるほど。やらかしが多いんですね。やらかしが多い。別にさ、違うんですけど、人間の脳みそってユニークなもの、日常と違うものにその原因をさ、見つけようとするわけですよね。うんうん、なんで、普段がセミナーなんて行ってなかった人が、セミナーに行きましたって、それで騙されたセミナーが悪いんだっていうイメージでしょうね。はい、実は別にそれがね、ノックでトントントンって来たとしても同じなんで、結局は別にセミナーだろうが何だろうが、騙されるやつは騙されます。一般的にね、そうじゃないセミナーも当然皆さん見たことあると思います。はい、例えば、それこそ銀行とかが結構セミナーやってたりとか、区役所とかもセミナーやってたりしますからね。うん、老後どうすんのとか、年金の問題とか、そういったものもそうだし、体の健康に対するセミナーだったり、病院とかもね、セミナーやってたりはするんで、やってるとこはやってるんですよ。勝手になんか悪いイメージがついてて、それのイメージが先行してしまって、人間の脳みそなんていいことを覚えてるよりも悪いことを覚えてますからね。で、セミナービジネスと言われるものがあります。はい、セミナービジネスはここで最初から言っておきます。セミナービジネスは儲かんない。儲かんないんですか？儲かんないよ。セミナーで儲かりはしないんだよ。うんうんうん、利益率やばいですか？利益率が 10% から 20% いったらいいからぐらいだもん。へー。で、それの多くの理由は場所代。場所代と集客にかかる費用、マーケティングにかかる費用、広告費用と、あとね、場所代が高い。もうほんと高い。だから、アメリカで会議室借りたりするのを、まあ土地がね、余ってる国は違いますよね。で、日本に比べてだったら、はい、同じ時間とか同じ日数借りてるとしたら、はい、下手すると5分の1とかぐらいの費用の違いだったりとか、あと、私アメリカで、マーケティングクルーズって言って、クルーズ船の中で行うセミナーに参加したんですよ。で、招待制でマーケットニューロマーケティングの専門家として登壇しに行ったわけですけど、このマーケティングクルーズの、まあ、やっぱ会議室の借りる代金と、まあ、クルーズ船の中でやる代金すごい安いんですよ。うん、クルーズって高い安いイメージどう？高いイメージあります。ありますよね。これで日本のクルーズなんだよ。へー、あ、そうなの、ね、アメリカ今ね、あまりにも貧困の人たちとか老後問題ある人たちいて、すごいのが364日間クルーズ船の上で過ごす老人たちがいる。言ったら計算すると家賃とか食費とか全部込みよりも安いの。へー。病気になったらそこに医者いるしみたいな。それもさ、クルーズ船のさ、一環として含まれてるの。だからトータルで考えたら、クルーズ船の上でずーっと乗ってた方が、普通に家買って、暮らすよりも安いの。っていうぐらい違うんだよ。世界が違うな。なんかビジネスセンスなんだと思いますけどね。そうやってね、クルーズ船儲かってるとこ儲かってますから、うんうん、そういう世界観もあるので、皆さんが思ってるほど、セミナービジネスっていうものは儲かるものではないです。の上で、セミナービジネスをどう考えたら儲かるものになるかっていうのは、ビジネスをやってるんだったら絶対やんなきゃいけないです。セミナーですか？やんなきゃいけないです。やんなかったビジネスはこれから先生き残りません。まるです。で、これはもう統計からね、出てることですけど、別の、回で、アメリカで起きてる現象と日本で起きてる現象に関するね、マーケティングのやつ、やりましたけど、あれで起きてた現象が、大抵の人がオンラインの情報を信用できなくなってるから、実際の説明を受けてからじゃないと買いたくないと。
はい、つまりはセミナーに参加しなかったり説明会勉強会交流会何でもいいですけど、それは全部まとめてセミナーなんだよね、はいはい、に参加しなかったら買いたくないっていう人たちが現れるようになってるんですよ。へえ、そうなんですね。今でもまだなんかこううさんくさいイメージあるんですけど、だそのうち、うん、オンラインの情報とかコマーシャルがうさんくさいになる、巧みになってくるから。だからみんなの記憶がさ、ハッピーセットだからさ、忘れてますけど、日本の CM では過去になんかあの詐欺商材であったりとか、うさんくさいものとか本当に行動がなかったものがテレビコマーシャルで堂々とね、コマーシャル流れてましたからね、うんうんうん、有名どころでさ問題になってる、あのたテレテレっつって竹内ね、まあそれをしたらそういう話始めたらまた別のとこ行っちゃうので、で一周回ってこうライブでそういうの参加したい聞きたいっていう人たちが出てくる。でそこで買いたいと、そこでなんかきっかけを作ってみたいとか聞きたいという感じですよね。で学びたいということでセミナービジネス、コンテンツマーケティングの一環としては絶対戦略の中に入ってきます。だから消耗品とかそういった商品売ってる場合は違うのかもしれないですけど、ティッシュ、トイレットペーパー、そういったもん、何かしら新しい商品とか使っていく場合はどっかの段階でセミナーをしなきゃいけないです。でそれが B2B なのか B2C なのか、 B2C でお客さんに対して、消費者に対してする場合もあるし、 B2B で仕入れてもらう人、例えば新しいフルーツとか開発するとするじゃん、はい、でいろんななんか学術論文出ましたとかね、業界誌で、ね、発表されました、でも言っても本物見てないから、うん、どうなんだろうみたいな、はい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 、いや本当に売れんのかなみたいな、はい、どうすごいのか分かんないみたいな。でその農家さんがセミナーをやるとするじゃないですか、はい、セミナーで仕入れ先の八百屋さんであったりとか、百貨店の、あの方々とかね、あのそれこそ三越の方とか呼んでやるわけです。でそれ説明会がうまくいったならば、なるほどうちでも仕入れようってなるわけです。人間は人間からしか買いたくない。そこで試されるのが面白いんですけど、そうやって一体多数に対して一気に説明できるから、あの時間がね圧縮できるので、はい、うまく使うとビジネスが飛躍すると。だからここで稼ごうとするやつらが間違ってて、これをビジネスの一環としてやる。なんかマーケティングの一環、マーケティングの戦略の一つ。セミナーはマーケティングです。これ書いておいてね、皆さん。セミナーはマーケティングですね。うんうん、セミナーはマーケティング、ぶっちゃけ言うとカテゴリーではコンテンツマーケティングで、目的は教育、うんうんうん、になります。で当然ですけど、うんはい、マーケティングとして見ないタイプのセミナーがあるとしたら何かって言ったら、もうそれはもう完全に企業研修です。人材育成と研修はまたセミナーっていう大枠の中に入ってるけど、うんはい、企業研修って言ってセミナーのイメージあるでしょ。ないです。一緒だから、カテゴリーとしては。確かに大学のゼミの人ともさ、はい、あの職業訓練みたいなことやるわけでしょ。開発経済とかやってるんだったらさ、なんかベトナムとか行ったりするわけじゃん。ビジネスのセミナーやってて、過去にあのバリ島でやったりとか合宿やったことありますからね。うーん、違うところの国に行ってやったりとか、文化風習学びながらなんか訓練するとか全然やるわけですよ。なんでそれも人材育成もセミナーの一環に入りますが、それ自体をビジネスとしてやってる人たちは稀ですね。そんなに多くないです。だから皆さんが やろうと思ってるセミナービジネスの大枠は、コンテンツマーケティングとしての説明会、はい、でセミナーやりたい、人材育成とかやりたいんだったら、またそれもね、選択肢の中にありますんで、またあのそれもご説明しようかなと思いますけど、これマーケティング侍なんでね、どちらかって言ったらそうやってマーケティングとしてのセミナービジネスをちょっと説明していきたいなと思います、はいはい。はい、ということで、はい、あの見たことあるパネル、はい、パネル、はい、絶対マーケティング侍どこかでは何度か出てきてると思いますけど、パネル完全版もありましたしね、パネル完全版もありましたしね、はい、なので大枠のところから始めていただければ、マーケティングにおいてパネルの考え方必要ですので、パネルというのは、できるだけ多くのお客さんを集客して、どん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 ろ過していって、自分の欲しいお客さんであったり、乗客のお客さんが自分の商品サービス買ってくれるまでの流れをパネルと言います。でこちらの方を見ていただくと、例えば認知ブランド戦略、まあ、広告打ったりとか、本書いたりとか、ブログやったりとか、そういったやつで、ね、それらがここになります、はい、でそこに次にオプト戦略が、オプト戦略って何ですか。オプトイン、リードマグネットやりましたよね。やりましたね。リードマグネットはまたありますんで、はい、あの概要欄からリンクありますんで、はい、どうやったらお客さんが自分の連絡場所とかをくれたりするかですね。連絡場所を何かと交換として渡します。でこのマーケティング侍で言ったら LINE、LINE 登録してもらったら、マーケティング侍の補足資料が死ぬほどあるみたいな。毎回あるすごいよね。俺だけで金稼げるやついるんだと思うよ。今月でも100いくんじゃないですかね。もうね、そこまでいったらサーチかけて、もう自分で見つけて好きなやつ使わなきゃいけないから、ね、もうありすぎなんじゃないかと思いますけど。ちなみにレギュラーって私は、まあ、何人かいるよね、レギュラーの人。レギュラーは、まあ、ゲストの人たちと
準レギュラーとレギュラーの人いるでしょ。もういい加減ね、あのコメント欄にはね、リュウ先生がいつ喋るんだっていうのを来てるの分かってるんですよ。ね、すごいんですよ、はい。ネタが切れるんですよ。どうしても。ね。その人たちも全員専門家じゃないですか。はい、その分野において、日本においても、業界では名の知れた人たちとかが作ってくれた補足資料がですよ、ただ登録するだけで手に入る。で登録してくれたら、LINE に入るわけですよね、この方が。はい、で、LINE を通してですけど、この動線があって、まあなんかたまに案内があって、フロントやるんだよね。はい、たまに。なんか一定量、私たち、ね、仕事内容大体紹介で来てるから、マーケティング侍はこんだけ頑張ってマーケティングやる人があったのかとか、が今一番すげえ謎になってるんですけど。ノーコメントお願いします。ともかくですけど、動線があって、はい、フロントのウェビナーとかセミナーが行われます。これが説明会。で、説明会があって、大抵審査とかの個別が入ったり入らなかったりして、はい、で、最後バックエンドと言われる本丸ですね。販売が行われるっていう一連の流れ。はい、これはわかる。わかる。これはわかるんですけど、イメージ、無形商材のイメージがあるんですけど。いや、別にそうとは限らないです。違うんですか？じゃあ、B2B、B2C で考えましょうか。じゃあ、新しく、有形の形がある商品何でもいいよ。じゃあ、サッカーボールで。サッカーボール。まあ、サッカーボール B2C からやりましょうか。サッカーボールの B2C でやりますと、まず、サッカーボール作ってる会社が認知ブランドを高めていく。サッカーを好きな人たちが集まるウェブサイトとか、ウィキを作るわけですね。そこでオプトしてもらうわけですよ。で、そのオプトして中で、いろんな商品サービスを紹介する中で、実はですけど、練習用のサッカーボール、一定のサッカーボールの方がいいの知ってますかみたいなコンテンツがあって、今度サッカーボールの選び方の工夫の仕方についての、はい、オンラインの無料ウェビナーがありますので、ぜひ来てくださいみたいな。サッカーボールっていろんな種類ありまして、お子さんとか結構大人になったとしても、例えば練習で使うやつと本番で使うやつちょっと変えてみたりしたりすると効果が変わったりとか、怪我が少なくなるから試合の時全力で出せたりとかあるので、ぜひその自分体験に合ったやつを選んでいただきたいと思います。ちょっとしたミニカウンセリングありますんで、そのミニカウンセリングに参加していただければ、あなたのお子さんに合ったあのサッカーボールをこちらの方でお勧めできるかなと思いますって言って、ミニカウンセリング終わった後にお勧めします。そこまで人件費動かして売るほどのサッカーボールなのかって言われたら、なんかよくわかんないですよね。そこまでやって元が取れるのか否かだよね。今のは B2C、はい、だ B2B になりましたら、まあ、当然会社の認知、ブランド、信用、社会的信用を増やしていきます。オプト戦略というよりも、自分たちの方が例えばプラットフォームとかに登録して、企業家とか経営者とか の団体に所属したり、はい、業界誌とか業界のプラットフォームに参加するという、自分たちからどっちかというと参加する方になりますね。だから経営者だったら EO とかね、コンセプラーナーオーガナイゼーション知ってる？わかんないっす。はい、ありがとうございます。はい、知ってたって言ったらすぐびっくりしますけどね。年商ベースで、はい、1億円以上、そして、創業者じゃないと参加できない。コミュニティですか？そうですね。で、登録して、まあ、そこの中で何度も参加したりとか、連絡交換とかして、で、どっかでその団体がイベントを行うわけですよね。はいはい、で、そのイベントの時に、実はですね、うちの会社ピッチって言うんですけど、自分の商品サービスの紹介をするという流れになりますね。で、提携先探してますみたいな。このサッカーボール仕入れていただいて、売っていただける場所をちょっと探してるんで、スポーツ良品店やってる方々とか、玩具屋さんやってる方々は、ぜひ、私の方にご連絡していただければと思います。1対1でね、どういうふうな仕入れの仕方をするかという話し合いもしたいので、ぜひ、個別でお話しできる時があればよろしいと思いますんで、こちら、私の方からもご連絡入れますし、ちょっと手を挙げていただければ、今、うちの秘書が、連絡先いただきに行きますので、後ほどメール送りますんで、スケジュール組んでお話しできればと思います、みたいなことをやるんで。で、バルクで仕入れてもらうみたいなのが一連の流れ。綺麗ですね。綺麗でしょ、はい、もう皆さんが思ってるセミナーと違うじゃん。違いますね。全然うさんくさがないんですよ。いや、普通なんだって言ってるじゃん、流れとしては。そういうもんなんだって。詐欺じゃないですか、セミナーは。詐欺で、詐欺だから、もう結局はさ、同じものでさ、デジタルマーケティングも詐欺で使うやつは詐欺に使うしみたいな、はい、別にセミナーだけじゃないしね、うん、やってんのが。まあそういうことがあってね、はい、このマーケティング侍も皆さんに情報をね、はい、拡散するように頑張ってるのかもしれないですけどね、うん、ミッションがあるからね、一応日本のマーケティングに対する知識のレベルを上げるというね、うんうん、ないとあんなに補足資料プレゼントしないですよ。もうすごいですよね。みんな参加してるメンバーも大抵その、なんか
そのことに対して感じることがあって、みんなね、いや行こうってやろうっていうふうに、当然ですけどビジネス的な認知とかブランド力が上がる方とか、そういった場を用意してくれてるからっていうね、リターンもあるのは確かですけど、まあということでこれが一連の流れとなりますね、はい、そしたら自分のビジネスにおいて、じゃあどこにセミナーウェビナーを入れてったらいいかって話になりますね。しゃべりが上手くなかったとしても、ただプレゼンテーションのパープを読むだけであったと、あ、ちなみに今回の補足資料がすごいな、いや後でもまた言うと思うけど、なんか劉先生にねドヤ顔で言ってやろうと思ってるんだけど、パーポでテンプレで埋めて喋ったら、過去にウェビナー参加者330人ぐらいですで、280人クローズしたやつがあるんですよ。あ、でも単価としては1万1000円のもんですけど、おお、いやいや、でもいいよいいよ、1万1000円、そんなテンプレがある、欲しいというのが、もし皆さんが欲しいって言ってコメント欄に欲しいが多かったら、もしかしたら補足治療でやるっていう言いそうだけどね、こそっと僕だけにくれません、あー考えとく考えとく、もうあれ人はいいの、他の人はいいの、僕だけにくれません。だから、はい、このフロントっていうのは私喋り苦手なんだけどっていう人たちも、やっぱり型とかテンプレとかしっかりあれば、はい、テンプレ通り喋ったら一定の効果生むものも結構あったりするんで、喋りが苦手って思ってる人はその型をまず知らないっていう、型を知らないんですよ。で今回それそこの型の話になっちゃうと、いろんな型があるんだよ。だからそんなの空手とかと一緒だよ、いっぱいあるんで、そのうちの一つでウェビナーとして使えるやつの型で、まあここ最近ウェビナー多いので、その型から始めたらいいかなと思うので、それは補足資料に皆さんのコメントに欲しいが多かったら、はい、ありがとうございます。言うたら企業秘密だもん。確かに言われてみたら、ちょっと床先生、サービスしすぎじゃないですか。うん、それちょっと考え直そうかもしれない。ですからそういうのありますんで、そこら辺なんか私喋りに苦手ですとかいうのも関係なくできるもあります。だからボソボソ喋る人でもフロントでクローズできるし、クローズできます。そうなんですか。そうです。言うてもだから掛け算的にうまく喋れば損があるわけないわけです。うまく喋れれば喋れるほどいいことあるわけですよ。だからといってボソボソ喋ったりとか喋りがうまくなかったとしてもできないわけじゃない。で意外とそっちの方がいい場合もある。これすごい、いい場合あるの。これすごい、いい場合がある。ライブとかのやつとか、個別で送るタイプの動画とか、セミナーとかでも、クローズドでやるセミナー、オープンじゃなくて、一定の人だけ紹介してやるやつっていうのは、たどたどしい方が売れたりするから。へー。人間らしい。だから、決して、喋りが上手いイコール常にどんな時でも売れるとは限らない。これ面白いですね。なんで皆さんね、最初からね、うちの会社ではそれやんないようでしょ、話うまいやついないしな、じゃなくて、はい、物は使いようだから、ね、試しに使っていただければと思います。だって。さて、さあ、パネルが分かったので、はい、じゃあビジネス的な話でちょっと分けてみますと、こんなような分け方になりますね。自力で、集客してやるタイプのセミナーと、他力でやるタイプ。大好き？大好きです。ほら来た。で、あなたが主演っていうバージョンと、はい、あなたが主催っていうバージョンがある。主演だけど、主演プラス主催になってるんだろうけど、まあ、主催っていうのは他の登壇者が喋ってる。で、それにも利点がある。だからセミナービジネスって考え方で言うと、主催になる利点と主演になる利点があります。で、言うたら、まあ、全部やってほしいんだけど、で、大抵の人知らないから、ここだけしかやる。しかも、クラシックセミナーモデルと言われるものしか知らない。それしか知らないで、他の、新しい他の方法、戦略がわからないから、セミナーって扱えないなって勝手に思うんですよ。はいはいはい。そんなことはござらん。ござらん。ね、何を書くか、私、はい、高博士、どんぐらいセミナーやってんのって聞いて。高博士は、どれぐらいセミナーをやってらっしゃるんですか？死ぬほど。2014年 ?15 年そこら辺は1年間で346時間喋ってましたからね。3600時間。行った国は20カ国以上。来たお客さんは40カ国以上から来ましたからね。登壇したトピック内容が160種超えます。ってことね。ね。そんなすごい人だったんですか？すごい人です。なんだかんだ言って。ちなみにこの業界外では、もともと裏方の人間なんですけど、私。あ、そうなんですか？セミナー業界で言ったら、ファシリテーションであったり、プログラム組んだりとか、結構未だにね、使われてるプログラムの中では、セミナー業界で使われてるやつ、私が作ったやつとか残ってますよ。で、もともとは運営側の人間だったんで、イベント業は。運営側の人間がいつの間にかどん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 前に、どんどん前に。もともとだって、イベント業とか、ゴミの清掃とか、飲み物用意したりとか、バイトの人たちの管理とか、ボランティアの人の管理やってたりとか、アシスタントでこうやって、水こうやって持ってきたりとか、そういう仕事ばっかりやってる。へぇー。いつの間にか。なんかきっかけあったんですか？なんか適当にずっとやってたら、そのうち、来るべき人が来ないから代わりになんかやってみたいなさ。
あの話とかそういうような感じで、まあまあまあともかく、はい、そんなこんなでね、日本戻ってきて8年ほどですけど、ずっと講演会もやってますし、大阪の中央公会堂で980人とかそういうところでもやらせてもらったりとか、まあ、仮面接とかね、5000人とかいう規模とか1万人規模でやったりとか、まあ、やってましたね。まあ、その当時から龍先生とね、あの付き合いがあって、登壇者がいないからどうにかしてくれって言って、枠埋めてくれって言って、誰も私のこと知らないけど、エンターテイメントだけ提供して帰るっていう。芸人と一緒ですね。芸人とほぼ芸人ですよ。まあともかくこれ自力他力があるんですけど、まあ、じゃあ分けて考えます。まず主演であった場合は、あなた自身の商品サービスを売ることができる。主催であった場合はリストを手に入れたり、あのブランドイメージを良くしたりとか、あと横のつながりを強化することができる。だからあなたのポジションとしては、あの人がイベントやってくれる、イベントやる人が一番偉いみたいな、はい、飲み会の幹事が一番偉いんだよ、はいありません。なんか、はい、なんか合コンとか行った場合、はい、ホイミン合コン行く？もうそういや行きたい。行きたいですね。合コン行って、はい、男の名前を覚えて帰る。帰んないです。そうで、でもさ、あの漢字が男だったら覚えてるでしょ。だってその人敵に回したらやばいの分かるじゃん。はい。そうそう、主催って全員から名前を覚えられるんですよ。その業界で幅利かせられる。言い方変えると、一番いいポジションなんで、はいはい、主催の人って。確かに、しかも主催するぐらいの人みたいな、なんかちょっと。そうなんですよ、ポジションがあるんですよ、はい。で、みんなこれね、大変だと思うんで、でもそんなに大変ではないとしたら。ないとしたらやってみたいと思いませんかね。どうでしょう。主演だってさ、はい、自分で人集客して何なりやってって大変だと思わない？大変だと思う。大変だと思うじゃん。でもこれが自分でそんなに頑張らなくていいとしたらやりたいと思います。いいじゃないですか。そうね。で、ちなみにですけど、自力で主演としての集客を行うことの利点はあるんですよ。最初から最後まで自分が集客しているので、基本的にはなんか誰かに借りがないって言ったらいいですか。はいはい、はい。なんで、お金の流出とかが少なかったりとか、イベントでもどういう人を集めるかっていうのを自分でコントロールできるので、うんうん、すごい乗客を集めることができるんですよ。さっき言ったクラシックセミナーのさっきのパネルみたいなことはずっとやり続けていただきたい。はい、で、上で、じゃあどっから攻めたい？ここが一番分かりやすそうなんで、ここから知りたいです。だからさっき説明した通りですね、はい、クラシックセミナーモデル、あの広告打ったり、集客において、まあ、大抵がね、もう本当に広告ですよね。うん、Facebook、Google、広告打ちます、イベントやります、来てください。はい、セミナーとかワークショップのポスティングサイトが、あの日本国内だけでも無料で上げられるのが30件ぐらいなんですよ。そうなんですね。同じ、売り文句で、ただ今の時代だったらね、チャット GPT に自分のやりたいイベントのやつで魅力的な、あの、ランディングページの、あの文章体作ってくださいって言ったらもう作ってくれるじゃん。うん、で、それをちょ調整して、全部の無料サイトに上げる。ひたすら。それでいいんですか？それやると無料での集客が無料イベントだったら、過去にテストやってみたんですよ。でこれテストが5年ぐらい前なんで、今どんなのか分かんないんですけど、コロナ前ですよね、はい、ライブイベントでやったら30人ぐらい来ますね。へー、だから来るんですよ結構。だから龍先生も言ってますけど、集客できないやつらはそんだけ労力入れてないっつって、はい、ですごい淡々とした作業になるから、コピペみたいな、登録コピペコピペ、まあそこら辺まで行ったら誰か事務局雇えると思いますけど、これはある種誰か何もない状態でスタートした人だってもうみんなできる戦略ですよね。なので自分の商品、あのフロントエンドのイベント、無料のイベントの、あの案内をコピペコピペで全てのサイトや Facebook のグループとか至る所に貼り付ける。貼り付けて、でそれだけ。で来ますもん。だからウェビナーだったら多分もうニーズ多いんじゃないかなと思います。その地道な作業は大事ね。広告打ってもいいんですけどね、集客しました、で集まってきました、でさっきの流れそのままその通りって感じですね。まあオプトインさせるためになんかギフトとかプレゼントとかあげても別に構わないという感じになります。でそれで来たお客さんに対して本丸の商品サービスを提供するか、その場で売るか、それともその場で売らずに大抵個別相談に持ってって個別でクローズするっていう流れが結構テンプレですね。ちなみにその無料で集められた時って何を売られたんですか？そのバックエンドのなんかイベントとかセミナーですね。だからこれについてもっと知りたい人いますか？はーいみたいな。お金払ってでも学びたい人はーいって言って、はい、今度やりますどうぞみたいな。ポイントとしては、無料で来たお客さんからまず最初のお金を引き出すところが一番ハードル高いんですよ。一番最初のお金さえ引き出したら、あとはこの人間関係においてお金を払ってもいい相手っていうカテゴリーに脳内では入るんで、そしたらその後に交換売買が行うことができる。要するに取引先になった、突然。取引先になるためにクラシックセミナーモデルとは、まあそうやって取引先になるために一番簡単な安い商品サービスを売ったりとかするっていうのが典型例ですね。
このクラシックなやり方から進化したやり方が何個かあるんで、今の話もあるけど、ファネルハック式とか、じゃファネルハック式からちょっと説明しましょうか、一番簡単なんで、はい。ファネルハックの考え方で言うと、ファネルハック式、はい、そしてイマー式と言われるセミナーモデルなんですけど、はい、クラシックなやり方になって、ファネルハックの考え方とイマー式の新しい考え方なんですけど、できるだけこの 1,2,3,4,5,6 をステップあるのを圧縮したいの、はい。やれるんだったらできるだけ一気にその場でやりたい。だから時間経過とともに、あ、これ欲しいなと思わせたら、時間、手間があるんだよ。で、これ、どういうことかって言ったら、昔ながらのやり方っていうのは、ホイミンが私のこと知ってくれました。はい、興味あるなと思って調べます。調べたら、ウェブサイトがあります。で、無料でなんかくれてんなと思ってオプトインします。はい、オプトインしたら、ステップメールが送られてきます。とか、メルマガ登録しました。なんかメルマガ送られてきます。で、たまになんか商品サービスがあります。どうですか？でも、その商品サービスどうですかの前に、イベントの説明会があります。少額の金額か、無料のイベント来ます。無料のイベント聞いたら少額の商品サービスを勧められます。それを買ったら、それで満足したら次の商品に勧めますって。これ面白いのが時間かかるの。聞いてても時間かかりそうでしょ。はい、ここでファネルハッカーズの考え方で言うと、はい、まずハードルの一つが、登録してもらうことは登録してもらって、これみんなやってるんだけど、登録した後に一番最初のお金を引き出すまでの速度を上げたい。だからどうやったら最初のお金を引き出すことができるか、はい、で考えたのが、有形の商品を無料で配る、ただし配送料は相手に持ってもらう作戦。皆さん聞きました？有料級のもので有形のものを無料で配布する、ただし配送料相手に持ってもらう。どういうことですか？例えば私が、はい、新しい本を出版しました。どんなダメなポンコツ男もモテモテになって金持ちになれるっていう雑誌の裏みたいなことが書いてある本、ちょっと読んでみたい。でもそれが無料だとしたら、おお、欲しいです。欲しいでしょ、はい、で無料ですって言って、ただ無料なんだけど配送料払ってくださいって言ったら払うでしょ。もういいかなと思うんですね。これ面白いんだよ、人間の心理が。例えばですけど、配送料って例えば250円だとするじゃないですか、はい、この本250円で配送料無料って言われたら嫌だなと思うでしょ。イエス、この本無料です。配送料払ってくださいは？全然ウェルコム。なんでだよ。なんでだよ。へぇー。Why Japanese people? Why Japanese people? 配送料払うことが当たり前になってるんです。これニューロマーケティングね。人間の心理として、払うことが当たり前になってるものには違和感も感じずに払うわけですよ。うんうん、電気代払ったりとか、はい、インターネット代払ったりとか、消費税払ったりとか、これみんな当たり前にやってるから、そこは払ってねって言われても、もう別にいいかなと思って払うんですよ。で、この中で出てくる配送料に関しては大抵の場合みんな払うわけです。ポイントはよくみんなが配送料無料は見たことありますけど、コンテンツとかも商品サービスが無料で配送料有料見たことない。でもそれは別に欲しいものだったら配送料ぐらいもらっても別にいいかなとって払うわけです、はい、ここのポイントは、その時に人はクレジットカードを出して、要するにも登録も用紙やって、申し込み用紙やって、この労力を入れてあなたにお金を払ったっていう取引が脳みそで行われて、私は取引先になった。あ、ここまで OK？ みんな OK です。 OK で、次にポイントは、人間が一番買う瞬間っていつですか？お酒飲んだ後。はい、いいですね。そういうの好きだよ。私、日本に戻ってきて一番よくわかんないのが、懇親会クローズなるものが存在することにね、びっくりしました。ビジネスの話はするけど、正式なさ、契約は正式にシラフの時にやるもんだよ、ビジネスなんだから、まあ、ともかくね、はい、一番買う時は何かを買った瞬間、脳みそが買ったっていう決断をしてる、はい、お財布を手に持ってる。そうそうそう。で、買おうとしてる時ですよね。よくあるのが、コンビニに行って、はい、飲み物しか買う気がなかったのにお惣菜買うの。あ、やるでしょ。お惣菜買って、レジ横のチロルチョコをこう。スーパー行って、他の本買ってたのに、レジ横のなんか買うの。はい。あるでしょ？あります、ね。あるでしょ？動線の流れとして。はい。これもうすでに脳みそが買うモードに入ってるから買うの。そうすると、ここで、プラスワン的なアップセルをやるかやらないか。で、ここで、ここ最近そういうね、ソフトウェアとしてのメカニズムが、ここ最近日本のね、SaaS、ビジネス用のソフトウェアにもできるようになってきましたので、はい、お客さんがなんか買った瞬間に、じゃあこれもどうですかってオファーを出して、はい、そしたら、まあ、500円くらいだったらいいか、みたいな感じ。うんうんうん、とか1万円だったらいいかみたいな感じで、プラスアルファのも商品サービス買うっていう流れがあったりします。だから無料で本買ったのに、ちなみにこの本にまつわる講座が、動画の講座がありますと、はい、でそこではあなたが今から使える5つのテクニックで女性を口説き落とすことができる。中には悪用厳禁、やっただけでもしかしたら今夜はムフフみたいなのがあって、それが知れる専門の動画がありますと、はい、そしてその女性がどういう人たちや男性がどういう人たち、誰がどういうのがモテるのか、女性がどういうのがモテるのか、それら全てが分かるチェックリストが手に入る。これら全部あなたがもし欲しいとしたならば、過去にこの講座実際に5万円で売ってたのを、なんと今回特別に1万円です。
ぜひお願いします。ってなるわけですね。ここでポイントはなる人もいるし、ならない人もいるわけですよ。はい、でも問題はないのは、何かっつったら、ここで何やってるかっつったら、今のアップセールで、マーケティングの広告費を回収しようとしてるの。広告にかけてしまって、はい、0円で配送代だけ払ってもらったら配送代だからさ、ただ配送するのにさ、お金こっちがかかってないだけの話じゃないですか、はい、でここでアップセルもう一個かませてお金払ってくれたら広告費を早い段階で回収できてる、はい、っていう戦略、それをやってる時にもうここでセミナーが始まってるんですよ。動画が送られてくるんだけど、この動画が昔で言うローンチ動画って言われるやつ、はい、商品サービスの良さを説明してて、最終的になんかあの商品サービス進めるみたいなのが、もうすでにコンテンツのあなたが買った動画の中がそれなので、もう興味って買ってるわけじゃないですか。で、それ見始めるわけですよ。見始めるで、ちゃんと相手が欲しいものは提供してんだよ。もうチェックリストとか提供してる。だから価値は提供してる。その上でまだここで終わりじゃないっつって、あなたはそんなにモテた男になったとして困ってしまうのが男性女性の管理、下手したら刺されますよ。それを回避したいと思いませんか。回避するためにできる男だけが知っているなとかみたいなのが起きるわけです。なるほど、確かにそんなこと考えてもね、さすが専門家はそこまで考えるのかっつってね。で、今回はあの学んだ知識だけじゃなくて技術を磨きたいと思いませんか。技術を磨くために職業訓練みたいに人間を磨かなきゃいけない、それがみたいな感じで売るわけです。では、はぁはぁって言っちゃってますけど、はい、これが一連の今で言うあのパネルハックする人たちは、そこの流れを、昔だったらここ個別相談とかバックまでの流れがあったのを全部1個目のこれを買った流れで全部売ろうとする。で、そこで動線で買わなかった人たちに対しては後でまたメール送ったりとかして追っかけていくという流れですね。これがあのハックモデルです。面白いでしょ。面白いです。で、ここから次のにあるのがイマーン式っていう、どっから来るんですかって言ったら、イラン人の友人がいまして、それこそマーケッターですごい上手い方なんですけど、彼実はあの夢があって国際的なあのスピーカーになりたかった。グローバルスピーカー、世界各国回って講演会をやりたいって、それが夢だった。で、ある日気づくんですよ、国籍がイラン人であることに。だからなんだと思うじゃないですか、はい、行ける国が9つぐらいしかないで、私たちね、196カ国全部行けますけど、日本人、はい、日本人のパスポート強いんだからね、全部行けますけど、先ほどイラン人で、ね、行けるところ限られてるよねってなって、心ちょっと折れるみたいな彼が気づいたことの一つに、あの彼の戦略なんですけど、何やるかって言ったら、オンラインの講座をメインで売るわけですよね、はい、彼賢いのは、商品サービスがオンラインの講座なかなか一緒なんですけど、こっち面白いのがフロントで個別あるじゃないですか、バックとこれが逆転するんですよ。オンラインの動画だけでも価値があると思わせるんですよ、思わせるっていうか、まあそうやって売るんですけど、特典としてライブのイベントがついてるんです。これね、皆さんね、あのビジネスで考えてほしいんですよ、はい、で、何かっつったら、キャンセルっていつできます？商品サービスのキャンセル、例えばその商品が届くまでとか。あ、そうだよね、あ、届くまで、発送される前までぐらいとか。そう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 、はい、で、例えばイベントだったら、はい、一定のさ、契約、規約がなかった場合、はい、基本さ、前日までキャンセルできるじゃん。当然ですけど、例えばブランドが強いさ、劇団四季とかシルク・ド・ソレイユっていうのはもう激、あのブランド力強いから、そのチケットがその日来れなかったらもう無効ですよみたいな、うん、そういう強制力働いても別に問題ないんですけど、無名の人たちそういうことできないじゃないですか、うん、あ、これで行けなかったら嫌だなってお客さん思うじゃないですか、はい、それで売ってたら。でもオンラインのコンテンツであった場合は、商品サービスの提供が、支払い払って E メールが届いたらもう提供されたことになるんですよ。おう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 。に特典としてライブのイベントがついてる。つまりは回収漏れがないの。これお金をもらっても返さなきゃいけないっていうことが起きない。なんでかって言ったら、商品サービスはもうすでに提供されてるから、はい、それのボーナスとしてある3日間はボーナスなの、来なくてもいいんだもん。で、このボーナスの3日間なんですけど、誰かっつったら、まあ当然そこにも価値があるサービスが提供されるんですけど、例えばビジネスで、彼はビジネスのやり方を教えるんで、ビジネスのやり方、オンラインでも講座でできたものも作業会みたいな感じで作業やるんだよね、はいはい、で、その最中に個別のコンサルティングを受けれるって言って、個別のあれがある。へぇ、で、コンサルティング受けながら必要だったらその人たちクローズしていくっていう、クローズさらにみんな集まってくる、で、アップセールが発生するというね。これ、理解できてる人たちですげえなって思ってるのは、多分ね、今、この現状でセミナー業界いる人が、賢いな、言うて。賢いな、それ、つって。ここら辺のね、今の式の売り方はね、なんかね、話し始めると長いんで、また次回ね。次回になるかどうかわからないですけど、コメント欄にも書いてほしいですよ、知りたいって言ったらね、深掘りすると全体の一連の、集客からセールスまでの流れが全部決まってる。で、自力の集客においては最強格に強いんじゃないかなと思うあのやり方になりますね。で、今言った通りにちょっとした考え方の違いで、どこをひっくり返すか、もうひっくり返してお客さんをクローズできる場所を用意するっていうような、この考え方すごいなと思いますけど、ビジネスモデルとしてはそれはあのすごいです。 なんで
はい、じゃあ、自力主演やったから次どこ行きたい、はい、簡単なやつがいいです。簡単な順番に行きたいです。簡単な順番ね。じゃあ簡単な順番こっちだね。Other People's Room って言って、他人の部屋ってやつ。他人部屋は何があるかって言ったら、友人がちょっと、集客についての、イベントやってて、彼が、参加者全員にね、課題出したのが、1200人のお客さんを集めるための集客の戦略をちょっと考えてみてくださいって言ったんですよ。でみんな考えるんですね。広告費がいくらかかって、いくらかかって。で、私それ聞きながら、2万6000人ぐらいいる会社の社長さんにアプローチかけて、無料で企業研修30分やりますって言って、その時手が空いてる社員だったら1200人ぐらい行くんじゃね？行くでしょ。早くなかった。なんでもうすでに集まってる、人が集まってるところに喋りに行けるじゃん。なんでさ、わざわざ自分のところに集めようと思ったの？集まってるところに行けるじゃん、こうやって。考え方が集客の、集客が人を集めるって考え方と、もう集まってるところに行くって考え方。1200円集まるよりも自分一人が行く方がもう早いですよ。早い、もう集まってるところに。集まってる時に。なんで集まってるところに行かなかった、ってなるわけですよ。で、どうやってって多分みんな言うんですよ。それはだって、物のつてとか考え方は知らないですよ。でも世の中って面白いのは、セミナービジネスのすごいところは結局は教育なんで、なんかうちの社員に教育しなきゃいけないなとか、これやらなきゃいけないなとか、教えなきゃいけないなとか、社員だけじゃなくて、例えば区役所とか自治体もやっぱり喋ってほしい人って、なんかトピック別にいっぱいあるんですよ。で、これを無料でもやってくれる人いないかなと。ここがミソです。やるべきです。無料で。で、無料でやって、そのリターンが計り知れない。無料じゃないんだもん。だってさ、目の前に、例えば区が勝手に開催して、目の前に100人お客さん来るとするじゃん。はい。その100人集めるのに広告費だったらいくらかかったと思う？がタダなんだよ。いや、それ喋りにくいでしょ。はい、で、わかるのは、市役所とか区役所とか自治体とかだった場合、政府関係のやつだったらセールスやっちゃいけない。まあ、というか、企業でもそうです。コンプライアンスあるから売ってはいけないです。売ってはいけないんですけど、自分の実績には絶対なるでしょ。で、自分の実績になるし、知ってもらう、認知してもらうポイントになるんですよ。で、ここでポイントなんですけど、大抵の会社がコンプライアンスってあるんで。はいはい。だから、うちの会社の社員に何か売らないでくださいって言ったんですよ。営業行為等禁止されてたりとかよくあるんですけど、ここをせっかく言ってんのに、自分の商品サービスの PR できないのって、もったいなくないですか？もったいないです。さて、それをどうやって回避するか。知りたい？知りたいです。知りたい？知りたい？売っちゃいけない場所でどうやって売るか知りたい？合法的に OK だ。知りたい？これ覚えておいてください。やらなかった場合どうなるかって言ったら、うちの友人にね、企業から敵になったやつがありますから。ポイントとしては、商品サービスは売ってはいけないんですけど、プレゼントはしていいんです。参加者にプレゼントはしていい、で、参加者にプレゼントする場合も自治体によりますけど、公務員とかだと3000円までのものしかプレゼントできない。決まってるんですよね。だからそんな高額なものプレゼントできない。で、3000円だとすると、例えば、フロントのイベントとかは大抵定価3000円だったりとか、普通に2980円とかでやってたりとかするんで、で、それをプレゼントするわけですね。担当の人だとするじゃないですか、本人が。1ヶ月後のイベント、講演会、お呼びいただき、誠にありがとうございます。はい。この講演会の流れ、先ほど説明した通りなんですけど、まあ、この内容でいいかなと思うんですけど、よろしいですか？はい、大丈夫。ありがとうございます。で、うちの方の提携としての話だったんですけど、ここでやったっていうのを、多分、顔出し NG の方々いるので、最後、担当者の、本人さんと一緒に会社のロゴマークのを後ろにちょっと写真撮れたらなと思うんですけど、これよろしいですか？はい。ホーム部で確認撮ってると思うんですけど、そちらの方、うちの会社の方の PR と、等々、ニュースのところで上げたいので、ぜひやらせていただければと思います。よろしくお願いします。これ許可取らないと、上げることできないです。何個か私は大手の会社で、サービス提供やってるんですけど、やりましたっていうのをうっすらも上げちゃいけないです。相手のブランド使っちゃいけないっていうのがあるんで、本当に金だけ渡されて、彼このハゲが、つって。やられてますからね。超大手の会社、言っちゃいけない会社がいっぱいありますので、もう皆さんの想像でお任せしますけど、まあともかくね、そうなりますね。で、OK もらいました。ちなみになんですけど、ホイミンさん、今回なんですけど、参加者に当然うちの弊社からのなんか商品サービス売るってことはないんですけど、プレゼントをしたいんですよ。で、プレゼントなんですけど、ちょっとした本をプレゼントしたくて、で、ここなんですけど、例えば本で行くんだったら本の中に、例えば自分の会社とかにアクセスする方法が書かれてたり、チラシが入ってるんだったらこれちょうどいいですね。本の中にチラシって入れることできるんで、あれ結構ね、出版社の方とかあまり好む人いないんですよ。ベストセラーにはそれだとならないんで、
だからそういうやり方っていうのはあるし、無料で、なんか、そこからなんかダウンロードしたら、オプトインしてダウンロードしたら、この本に関係する、補足資料が手に入るよっていうのもあります。まあ、いろいろやり方あるんですけど、本じゃなくてもいいです。例えば、じゃ本じゃないとしたら、今回やる内容の講演会を、やってまして、2980円なんですけど、さすがにうちの会社も、全員にプレゼントってことにはなれないので、抽選で一人にプレゼントするって形を取りたいんですけど、よろしいですか？はい。これ面白いですね。売っちゃいけないけど、プレゼント OK。この許可を取った時点で、じゃあ、イベントの日になりますね。で、講演会やりました。皆さんありがとうございます、今回は。皆さんの、名刺の方を今回いただきました。こちら今回、特別なプレゼントがございます。で、プレゼントが何かって言ったら、こちらの本、私、ベストセラーで売ってる本なんですけど、こちらの本を今回プレゼントしたいなと思います。ただ、弊社もね、ビジネスやってる人間なので、これ全部みんなに渡すことはできないので、これを抽選で、今回、ここから一人選んで、その方にプレゼントしたいなと思います。もらうからにはこれ何なんだろうと思う方いません。なんで、少しばかりこちらの方を中身ご説明させていただきたいと思います。これ売ってんだよ。はぁ。説明しながら。なるほど。で、これ欲しいなと思う方どんぐらいいます？自分のビジネス、自分の仕事で使えるなと思う方、いますよね。で、今回これ1名まで、1名の方だけ、プレゼントさせていただきたいと思います。で、そちらの方が、田中さんいらっしゃいますか？みたいな。おめでとうございます。皆さん、盛大な拍手！つって、どうぞ、おめでとうございます。ありがとうございます。つって、皆さんがなんか嫌な顔してますね。つって、いや、当たらなかったらみんなでお祝いしましょうよ。わかりました。じゃあ、今回当たらなかった皆さんにも特別にプレゼントを用意します。で、全員に後ほどイメールをお送りします。で、イメール送っていただいたら、さすがに無料とは言わないんですけど、配送料だけ払っていただけたら、無料で、そちらの方をお送りさせていただきます。で、田中さんは配送料なしで大丈夫です。私が今回配送させていただきました。つって言って、終わり。さっきのね、戦略につながりますけど、全部つながってるんですけどね。でもいいし、うちの商品サービスすべて 50% オフのクーポンつけましたので、そちらの方使っていただければと思いますとか、その場で金銭のやり取りになる。ホームのコンプライアンス的には、そこで実際の金銭のやり取りや、その後の金銭のやり取りをきっかけとなるものがない。いや、そこの配送料とか言わないで無料でプレゼントしますんでとか、なんかいろいろやり方ありますね。これによって私はただ単に登壇しました、はい、普通にこれただやる人たち、他人の部屋行って喋ってる人たちは、ちゃんと話し合いやってなかったら、やったことすらもう報告できないから、実績にすらならない。ただの練習で終わっちゃう。で、実績になりました、はい、しかも私リスト手に入ってるんですよ。そうですよね、自分たちから名刺を置いてってるの。リストが手に入ってるだけじゃなくて、オプトインもさせてる。商品も買わしてもらう。一番最初やってる。私8年間大体これしかやってない。そういうやり方あるんですね。そういうことやり方があるんですよ。そういうやり方があるんですね。っていうか、そういうやり方で生き残ってるんですよ、私は。なんで、これ、たりきで集めてもらう。集まってるところに行く。イエイ。次、じゃあ主催型、自力型と他力型、簡単なのでって言ったよね、はい、で、簡単なのって言ったら、もう完全にマルチスピーカーイベントですよ。マルチスピーカーイベント、大量の登壇者とかがいて、その登壇者がいっぱいいることによって、スピーキングのイベントが開催されるという流れです、ね、何、一人でやるイベントじゃなくて、みんなでやる、そうすると、集客しなきゃいけない力を分散させることができる、みんながそれぞれ集客したら、より大きなイベントができる、ここまでは簡単ですよね、はい、で、ここからがポイントですよ。マルチスピーカーイベントなんですけど、じゃあどうやって他のスピーカーを集めるか。で、一般の人たち考え方は自分の知り合いとかに声かけてやるスタイル。うん、こちらが、まあ、労力も少なくて、費用も少なくて、スタートの時点ではそれでやったらいいんじゃないかなと思います。で、次にあるのが、客寄せパンダを呼んだタイプの、イベントのやり方。例えば、その界隈で有名な人を呼びます。じゃあ、その人と一緒に登壇できますよ。その権利買えませんかって言って、他のスピーカーを集う。へー。例えば誰と一緒に話をしたいですか。例えば室伏とか浜投げの、おお、ね、室伏選手とホイミン、すげえ組み合わせ。じゃあ室伏選手を呼びますと、はいはい、この人と一緒に登壇したい人って言って、誰かブランドイメージ良くしたいから登壇したいって言って、だ健康系やってる人とかそういう人だったら集まってくると思うんですよ、はい、でその権利をその室伏選手を私たちが呼ぶわけですよね、はい、呼んで一緒に登壇する権利を買ってもらうわけです。はあ。で、プラスアルファ、最低何人集客してねって頼む。うん、その人に。で、最低集客の人数がいかなかった場合は、追加の罰則じゃないけど、登壇する権利が50万円だとしたら、集客20人やったら、50万円じゃなくて25万円でいいよ、みたいな感じになるわけですね。で、また、その集客人数がポイントまでいかなかった場合は、50万払わなきゃいけない。はい。
だから50万預かってて返金するみたいな形になるんですけど、で私は最初の段階でそのお金を預かってんで、その室伏選手にの事務所とかに払うわけですよね、はい、登壇してもらうための費用を。で彼が来てくれて登壇すると、私のポッケからお金が出て、いない、すごくないですか。しかも集客は私がやってるわけだわ。ない、はい、すごいですね。で勝手にあの室伏選手のブランドイメージによって人が集まってくる、すごくない、すげえっていうのがマルチスピーカーイベントです。ああ、なんで、一人 の客用スパンダじゃないけど、著名人とか、二人の著名人とか、三人の著名人とかいて、それに合わせて、あの人を、リストを持ってる人たちで、自分のブランドイメージを良くしたいっていう人たちを集めて、登壇するというスタイルの主催をやる。まあ、当然ですけど、自分の会社がそういったイメージとか、ブランドイメージが強くなきゃいけないですね。そうやって、講演料を払うことによって、マルチスピーカーイベントを成り立たせる。まあ、費用払ってね、さらになんか場所代とかかかるからね、そこら辺も計算しなきゃいけないんで、それでも自分のポッケからあまりお金出てないのにいいのかなと思いますね。これいい戦略だなと思います。昔からね、ずっと行われてるやつですね。マルチスピーカーイベント、ビジネスであった場合は、各スピーカーただ、こういうのを払うだけじゃなくて、あそこに登壇してるときに何かしらバックエンドと言われるもんで、ね、商品サービスを紹介をするんだとしたら、それが販売されたら、自分のイベントから人が販売された場合の、利益の分け前をもらうという形ですね。はいはい、だから何パー、何パーぐらいの、まちまちですね。まちまち。大体半々であったりとか、うん、まあ、マーケティングして主催してる人の方が偉いからね、取り分はこっちの方が多かったりしますね。うん、まあ、これ半々ぐらいにしてるのが一番妥当だったりします。うん、で、これティア1といって、1回目のイベントで1回目の商品サービス売れたらその半分をうちがもらう。はい、で、その人がまた何か商品サービス、売って買ったら、でその分の、例えば2割もらったりとかして、はい、で、その以降は、もらわないっていうやり方ですね。イベント料ってなんだかんだ言ってね、体力使うんで、うん、体力とプランニングといっぱい使うんで、箱とかやばいもん、場所を抑えるのがやばい。物によっては2年先まで埋まってるとかあるんですよ。ってことで2年先にその人数を集めるための戦略を打って黒字化させなきゃいけないって、相当な戦略能力なかったらできないですからね。だからそういった理屈があるので、主催側の取り分ってやっぱり大きいですね。自分でできるんだってみんなやってるはずだもん。で、自力の、主催が、はい、まあ一番難易度高いかなと思いますけど、スポンサーとかを募って、はい、お金もらって主催するっていう感じですね。で、自分独断で喋ってて、一人で喋って、それに対するイベントの主催を行う、独自会、独断会みたいなやり方。はい、で、あったりまたは誰か一人を立てる、人を立てるんだけど、あなたが全部、集めるみたいなやり方ですね。まあ、先ほど言ったように、自力でやった場合は、どういうお客さんが集まってくるかとか、コントロール権がいっぱいあるんです。だから契約書とかもそうなんですけど、契約書いろんな人と交わせば交わすほど複雑になればなるほどエラーが発生する確率が高まるんですよ。で、なんで登壇するマルチスピーカーイベントも大量人数よりも少数の方が失敗が少ない。失敗するんだよ、そういうことで。そうなんですね。だからできるだけ人数少ない方がいいです。自分のアイドルグループみたいな感じでアイドルがいて、その人たちをステージに上げたいとした場合、それのスポンサー募って、それで広告枠っていうやつですね、はい、広告することによってお金もらって、そのお金をもらうことによってブース展開とかさせてもらって、広告費で場所代払ったり集客用の費用にしたりという流れになりますが、主催型のスポンサーベースのイベントです。まあこれはね、セールス能力ないとね、結構できないですね、はい、っていうのが、まあ、全体図になります。なんか聞いておきたいことあります？いや、なんかめちゃめちゃ面白いですね。なんかビジネスとしてね、はい、これは、まあ、マーケティング侍、マーケティングの観点からの、セミナービジネスというのはこんなようなものになりますよっていう流れですね、はい、セミナービジネスをセミナーをやるビジネスとしてやるんだとしたら、その後のトレーニングとかワークショップとかいうのも必要になってきます。違いを作るものは何かって言ったら、人が変化するような合宿、外資系の企業とかトップ、フォーチュン500のトップの企業がやってる企業研修内容を外部でやるっていうのが大抵の、セミナービジネスをビジネスとしてやってる人たちがやってることです。私も実際そうです。もうほぼブートキャンプです。これビリーズブートキャンプじゃないけど、軍隊のブートキャンプみたいなの、マーケティング版とかセールス版とかやってるの。大抵の人たちが人生において一度は行った方がいいと思うけど、二度と行きたくないって言われるような、合宿しかしてないですよ。島に飛んで、別の島に、別の島に飛んで、朝から朝までやったりとかね、するわけですよね。言語もそうなんですけど、英語を勉強するんだったら、英語圏に入れて、英語の環境に入れて、英語しかない環境に入れたら、体に浸透してて、吸収率が高いってわかります。はい。したら、例えば、学びたい技術とかがあるんだったら、もう一日の中をそれだけに囲んだら、ちょっとずつ分けて勉強するよりも、圧倒的に吸収される量が違うんですよ。教育科学があるんですよ。だから先ほどはちょうどこの、録画の前にあったのが、沖縄でイベントやって、自分の素人で喋れない人が、5日後にはプレゼンテーション30分できるんですよ。あ、そうなんですか？だから人前で喋るの5分も喋れないって言ってる人が30分後には、セミナーとかのプレゼンテーションができる。
そこには技術があってステップバイステップ教えてて少しずつやってたらそうなれるかみたいなのもある。みんな自分たちで自分たちの仲間でさ比べるからさ自分うまくないとか思ってるけど一般レベルで言ったらもう相当うまくなってる。まあ、営業とかの合宿もやるんですけど営業合宿とかすごいですからね。4日で平均で4ヶ月分ぐらいの売り上げ上げますから。そうなんですか。だから1日1ヶ月分売り上げてるみたいな。でそれはだからそういう環境を作って必要な知識渡して必要な練習させてそれを実践させてったらそうなるっていうメカニズムがある。ちょっと僕がそれ買いたいと思っちゃってまあ結果的にはね、ピンキリな結果にはなるものの、みんながある程度、だから面白いのは営業合宿だったら絶対みんな売れてるし、みたいな。全員がすごいですよ。4日間のイベント参加して、合宿参加してるのに、業務としては4日以上の売り上げ立ててるから、普段で家でぼーっとしてるよりも、参加してる方が効率がいいっていう、仕事効率がいい。で、マーケティングも似たようなことできますからね。で、それらは、そういう訓練のプログラムの組み方が知ってる人たち、はい、世界的にもそうなんですけど、やっぱ企業研修とかもそうですが、まあ、売れてるプログラムっていうのはもう決まってますね。うん、中身は。でそれはさ知的財産だからさパクっちゃいけない、うん、でそれをどうやって自分たちで作っていくかまた別のさレベルのさ話になるから、今言ってるマーケティングとしてのセミナーではなくてビジネスとしてのセミナーなんで、またそれはねなんかもうこれマーケティング侍だからね、興味あったとしてもねなんか放送されるかどうかわかんないですよ。私の全く関係ない角度からやった人質交渉みたいにね誰も見ないような動画になりますからね。面白いけど過去最悪でしょ。そうなんです、震えるぐらいちょっと初動画を初動画ね震えるぐらい言えないぐらいやばいっていうねやつですけど、これ準備期間とどれぐらいの人でやったらいいのかっていうのが知りたいんですよ。どういうこと。どれぐらい前から準備し始めたらいいのかっていうのと、こういうのやりたいなと思ったら、小規模のセミナーとかウェビナーだった場合は1時間とかなんか時間なんだよね。例えば1ヶ月前ぐらいじゃないと土日は取れないですね。会場が、会場もそうだけど、会場はもうね大きくなったらもう土日だって取れないです。例えば土日を取って1000人以上のイベントやるんだったら半年以上前から取らなきゃいけないです。特にアクセスがいいところ、はい、片田舎のよくわかんない公民館とかだったら行けるんだと思いますけど、東京都内のとか大阪とかのいい場所にあるいい会場を取ろうとしたら、はい、私たちイベント業やってる人間っていうのはだってセミナービジネスの人たちだけじゃないもん。音楽もあるし、うんうん、スポーツもあるし他の芸術とかもあるし、いろんなイベントが同時進行だから芸人さんとかもいるし、はい、でイベントっていっぱい起きてるんですよ、はい、そことの人たちとの取り合いになっちゃうので、それを取っていかなきゃいけないから6ヶ月以上前ぐらいからですね。土日のイベントで1000人以上の規模だ。なるほど。で100人までのぐらいの箱がね一番ね確かね損益がね楽なんだよ。場所取りやすい、はい、箱若干安いみたいな。ただしですよ皆さん、これただしね、集団心理学1000人を超えると人間の動きは違います。1人が動き始めて買うとみんな動くから、1000人以上のイベントの方が売りやすいから商品は、実は。で小規模イベントっていうのがあって、はい、数とすると40人以下、人間性というか親しみが湧くんで、なんか距離が近い、はい、で仲良くするっていう感じですよね、はい、こう私が専門家でプロですよっていうよりも親しみ込めてどうですかここ最近って言って、はい、一人一人と会話するっていうことができるからこそ、イベントとしては一人一人と会話する時間、休憩時間とか作った方が商品サービス売れるタイプのイベントですね。だから1000人規模でそんなことできないですか、はいはい、4人以上じゃないとグループじゃないです。4人から人間って集団になるんで、なんで4人以上じゃなかった場合はなんか個別クロージングとあんまり変わらないです。40人超え始めて60人ぐらいになるとちょっと変わってきますね。60人超え始めると異常値の人が出てくるの。うまく使ったらなんかイベント自体面白おかしくできますけど、なんか問題児もさ出てくるんで、そこから来ると、まあ、そうすると自分の1人だけじゃなくてスタッフとかも必要になってきますけどね。まあウェビナーだったらあまり関係ないのかもしれないですけどね、30分とかそこらのウェビナー、1時間のウェビナーとかだと。運営って何人ぐらいでやればいいんですか。運営いい質問ですね。セミナーのビジネスにおいての運営なんですけど、ライブイベントであった場合は大抵10人に1人って言われてます。お客さん10人に1人スタッフがいる、うん、これが例えばセミナーイベントじゃなかった場合違うんですよ。セミナーイベントっていうのはなんか売り買いが発生したりとか、なんかワークが発生したりとかアクティビティ発生するからその人数必要で、例えば音楽イベントとかだったらそんなに人数いらないとか、スポーツイベントでただみんなお客さんこうやって感染して帰るだけだった場合はそんなにいらないですね。だからどういうイベントをやるかによってちょっと変わってきますけど、
だ上手い人がいたら場合アクティビティとかいっぱいやるんだったら20人に1人ぐらいをまとめることができる人とかで、うん、だからベテランになるとそんな感じになりますね。ただ感染するだけのイベントだったとかした場合は50人とか100人に1人とかでも全然問題ないです、うん、ただ誘導すればいいだけだから、はい、なのでそんなに人数必要にならなくなります。例えば、ダンスの会場でダンス見るだけの、はいやつだったら2階席1階席あるとしたら入り口のところにスタッフが1人ずついてそれでこと足りて、あと受付があればこと足りちゃう。だから3人で100人規模いけちゃいますよね。だから1人当たりが30人から40人見えちゃうという、でそんぐらいで回ります。これぜひね皆さんイベント運営とかイベントの仕方であった場合はそういう視点からなんか同じようなものを見に行ったらいいですね。私もやりましたもん。日本戻ってきて一番最初にやったことがセミナービジネスと言われるものをやるときにステージがあるビジネスなんで同じようにステージがある人たちを勉強しに行こうって言って劇団四季とか宝塚とか見に行きましたもん。で見に行った理由はどうやって運営されてるのか、どのぐらいの人たちがいるのか、どのぐらいの人数で動かしてるのかなっていうのを知りたかった。やっぱりその同じような動きとか同じようなセットアップするとやっぱ売りやすいしイベントスムーズですね。なんでぜひぜひコミケとかイベントやるんだったらあれをどうやってボランティア動いてるかとかすごい素晴らしいですね。だからいろんなイベント業自分興味なかったとしてもセミナービジネスやるっていうんだったら見に行ったらいいかなと思いますね。喋りだったらね落語家さんとかね聞きに行ったらもうさすがだなと思うところいっぱいありますからね。なので市場調査ということでやっていただければと思います。はい、という今回はビジネスセミナービジネス風間なんか学びありました。めちゃめちゃありました。よかったです。なんで読めばクローズできる補足資料考えておきます。ということで今回ですねアメリカのプレゼンテーション完全版ということで、まあ久々に聞いたけどやっぱアメリカと日本だとやっぱ違うね、だいぶプレゼンテーションやり方が。もう前のマーケティングとかでもよく言ってるんですけど、お客さんが慣れちゃってるとこあるんでその上を行かなきゃいけないっていうね大変なとこありますからね。なるほど。で今回はここまで見た方に対してプレゼントすげえ得点がある。すげえ得点？今回はすげえ得点なんですよ。今回もなんですけどこれに関してはすごい得点なんですよ。何かって言ったら視聴者300人のズームで実際に使われたパワーポイントでそのままその通り読み上げて、なんとクローズしたのが280人クローズしたやつ。何中何やったっけ？300人中。300人中280人が商品を買ったテンプレートがある。一番いい以上です。そんなものがあるよと。これすごいじゃん。これすっげえ有力で、実際に使われたやつを皆さんに名称とかを消さなきゃいけないところあると思いますんで、そこだけは消していただいて、あります。それ欲しい自分が。今回ね、そのすごいもう300人中280人が Zoom のセミナーで商品を買ったというですね、そのままの資料を皆さんにプレゼントするということなんで、欲しい方はですね、概要欄のマーケティング侍公式 LINE 登録していただければですね、このような形で補足資料という項目ありますんで、ここからですね、ダウンロードの方をしてください。というわけで、今回はですね、アメリカの最先端のマーケティング完全版、そしてプラス300人中280人がクロージングされたというですね、最強のパワーポイントの資料、そんな動画、そんな話でした。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価、そしてシェアの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、龍先生、高橋先生、今日もありがとうございました。率直に聞きたいんですけれども、はい、僕はセミナーとか登壇したことがないんですけど、こういうセミナーやったことがない人たちって何から始めたら。今日のそれこそテンプレあるじゃないですか。はい、あれを滑舌よくしっかり自信満々に言えたらクローズできます。あれを真似して繰り返して繰り返してできるようになれば、練習やね、シャドーイングというか、はい、もう一人でもいいからずっと喋り続けると上手くなる。いや、そうで、そんなに売れるまでの時間はそんなかかんないと思っていただければと思います。だからどんぐらい練習しなきゃいけないのってよく聞かれるんですけど、それ多いか少ないかになりますが、5時間でも OK っていう人もいれば20時間かかる人もいますけど、それ以上はかかんない。練習したら次の日にやったらそのままクローズできます。意外とそんな難しくないよね、うん、そもそも、うん、それって一般の人たちだと思うんですけども、ホイミンみたいな、だからホイミンはマジで1日かかると。でもそれでも1日でできるってことですか。いや、あれだけだったらテンプレっていうのは誰もが使っても大抵同じような結果に至るように作られるものがテンプレなんです。だからもしかしたら、じゃあ売れるっていう話は、私がやった時は280人クローズしましたけど、じゃあ本人やったら同じ数いくのかって言ったら、そんなにいかない可能性がありますね。だからそれが多分全体の 30%、20% とかそんぐらいだと思いますけど、それでもね、本人がクローズできるんだったらすごくないですか。まあ、あとはやるかやらないかですけどね。あれですね。やるかやらないかはあなた次第ですね。